ザク TV をご覧の皆様、こんにちは。夕刊富士杯争奪麻雀上位リーグ2019西日本名古屋第2節の対局をお届けしたいと思います。司会進行は私梶本拓則が行います。よろしくお願いいたします。止まらない拍手ありがとうございます。それでは第2節の出場チームの皆さんを紹介してまいりたいと思います。まずは SSC 東海チームでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん一人ずつカメラに向かってご紹介をお願いします。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会所属の相川真理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会所属の山田佳穂です。お願いします。お願いします。そして最高位戦日本プロ麻雀協会の松山幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日皆さん服をなんか合わせてきたんですか？何にも合わせてるような、合わせてないような。仲良すぎて。なるほど、いい感じですね。さあ、SSC 東海チーム、はい、1節を終えて首位でございます。はい、どんな感じですか？いや、本当に1節目はカホちゃんのおかげで、カホちゃんが伸ばしてくれたポイントのおかげで、私も減らしてしまったけどトップで1節を終えることができて、このままこの首位の居場所をキープしていきたいなっていう気持ちで。1戦目はどうだったの？はい、私が早速、はい、はい、どんな感じですか？いや、もういつも通りの麻雀が打てるように、うん、しっかりとポンとかツーとか行ってポンとかツーとか行って前に出れるように、はい、はい、頑張りたいと思います。チームメイトの皆さんからも何か一言です。頑張れよ。ケチャップチューバーイ。ふわっとしたらもういい感じ。じゃあ、打撃会場の方にご応援願います。はい、お願いします。お願いします。続きまして、なんちゃが麻雀広場チームです。どうぞこちらへ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。はい、ご紹介お願いします。はい、麻雀広場チーム、田中恵子です。よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、日本プロ麻雀連盟所属の後藤咲です。よろしくお願いします。はい、日本プロ麻雀連盟の長内まみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、広場チーム、1節目がプラス 16.4、はい、3位ですけど浮いてますね。はい、浮いてます。どんな感じですか？はい、ここからさらに浮いてきます。前回は誰が打ったんでしょうか？長内さんと後藤さんが打ちました。今日は気合の、はい、気合の髪型もちょっとして気合入れてきました。1戦目のということは、はい、行きます。はい、頑張っていただきたいと思いますが、じゃあせっかくなんか告知用のあれを持ってきていて、はい、ちょっとお知らせじゃあやっていただきたいと思います。はい、はい、先にペロン。いや、今日は本当にお家でお留守番らしいです。あ、そうなんですか？はい、はいはい、毎月高橋ゆきプロにゲスト来店来ていただいております。近いお日にちですと次24日土曜日となっております。よろしくお願いします。で、あのお二人も、はい、賞金です。はいはい、ちょこちょこいます。はい、います。よろしくお願いします。いや、本当にふわっとします。大丈夫ですか？はい、わかりました。それでは田中さん、会場の方にご応援願います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、ジャンスサクチームです。おはようございます。さあ、では自己紹介の方お願いいたします。はい、日本プロ麻雀連盟の結城美智です。よろしくお願いします。はい。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の与那城葵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、チャンサクチーム、なんとまさかのマイナス95点で、そうなんですよ、意外な感じも全部かぶっちゃって全部かぶっちゃった。以前だったんですけど、ラスラスだったんですよね。ラスラスです。でしたね、はい、まさかの巻き返しを図りたいと思いますが、はい、ね、ゆきさん、東京から今回も、はい、来ました。お疲れ様でございます、今回はゆきさんが先発で打ちます。まあ、まだ始まったばっかりとはいえね、さすがに取り返したいということですね。そうですね、今日の4回でゼロくらいには、あ、ゼロですか？ゼロ、ゼロマイナスは全部返したいな。確かに、そうですね、マイナスは全部ちょいプラぐらいにはなりたいなって。そうですね、できたら2トップかそれぐらい取って。そうですね、はい。八代さん、どうですか？目標もうちょっと高い方がいいんじゃないのみたいな。いや、まだ結構高く
してましたね。もう2半ちゃんぐらいで借金は返して、はいはい、あとの2半ちゃんでプラスに持っていって、あとあと有利な展開にするみたいな。うん、まあ、そんなうまくいかないんですけど、実際は。はい、まあでもね、いいポジションにはつけておきたいんでね、はい、やっていただきたいと思います。ジャンサクさんの方は特にお知らせはないですね。わかりました、はい。もしあればまた第2戦に来るときによろしくお願いします。はい、はいはい、それではゆきさん会場の方にご用意お願いします。はい、お願いします。さあ、そしてペイちゃんですね、ひまわりチームです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、自己紹介お願いします。はい、最高位戦日本プロマージャン協会大園彩乃です。声がちっちゃい、すいません。もう一回お願いします。すいません。はい、はい、最高位戦日本プロマージャン協会所属の大園彩乃です。はい、よろしくお願いしま す。そして、はい、最高位戦日本プロマージャン協会の中野有沙です。よろしくお願いしま す。さあ、ひまわりチームプラス 22.8 ポイントで、まあ1位とも離れてないプラスという感じですね。はい、いかがですか、1節目の感想は。1節目は2人とも連帯できたので、うん、はい、まあ良かったかなと。トップはなかったんでしたっけ。そうなんです、ね、2ちゃん2ちゃんみたいな感じで、はい、トップ1回欲しいですね。じゃあ、そうですね、今回はどちらか。はい、選択は、はい、小園が打ちます。小園さんもね、結構あれですよね、はい、勉強熱心ですよね。もう全然足りないですね。まだまだ毎試合毎試合が経験みたいな。あ、そうですね。ところで、もう一人で秘密兵器の方いらっしゃいます。秘密兵器が、ちょっと幻のポケモンみたいな。すいません、名前はあるけど、ずっと出てこないみたいなのあるんですかね。そうなんですよね、ちょっと今日も。はい、わかりました。はい、お知らせの方は何かありますか。はい、はい、ひまわりは全スタッフが多く在籍しているアットホームな雀荘です。不計算なしを採用しておりまして、フリー初めての方でも安心して打っていただけます。また女性の方の割引も充実しており、女性お一人様でも入りやすい明るい店内となっております。ぜひお気軽にご来店ください。お待ちしております。お待ちしております。で、今日中野さんもちょっと実況でね、はい、ちょっとやるという感じなんで、はい、つい至らない点のばかりだと思いますが、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは大園さん、会場の方にご移動願います。さあ、それでは本日の対局を解説いただきます。解説陣の皆様、こちらへお越しください。はい、お願いします。そうですね。ここでいいですか。なんかいつものポジションにしますか。はいはい、そうです。こんな感じですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずは、名古屋レッドリーグの、はい、審判部長です。望月プロです。はい、望月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、すごい。そして、マスク取るよな、お前。はい、日本プロマージャン連盟、折田真人です。よろしくお願いします。そして、はい、最高位戦日本プロマージャン協会東海支部所属の鈴木優です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか望月プロは遠征外だそうで、はい、お疲れ様でございました。はい、途中で、はい、泊まりました。泊まりました。名古屋で泊まりました。ああ、なるほど。あ、まだ帰ってない、ね、帰ってないですよ。はい、大分からの。大分から何時間ぐらいかな。33時間かかりました。何時間か分かんないですよね。運転しに行ってたの。自転車で帰ってきたんですか。まさか。本当に遠かった。さあ、森下プロ。はい。上位3チームとか、プラスが3チームで、ね、まだまだ団子という状態なんですか。そうですね。まあ、この2節目で、まあ、どこが抜け出すか、まあ、100ポイント以上いくチームが出てくると、まあ、まだまだ前半戦ですけど、うん、まあ、ちょっと考えることもあるのかなと思うので、うん、はい、まあ、どこがまず100ポイントいくかなっていうのが、注目ですね。まずは3桁はどこが一番にするかという。そうですね。さあ、そして、鈴木さん、はい、ジャンサクチームが、ね、結構苦しい、マイナス95っていうのは。そうですね、まあ、ジャンサクさんチームも、まあ、言ってまだ2半ちゃんですか ね、まあ、ね、どのチームも、はいはい、まだまだこれからだと思いますよ。焦りってないもんなんですかね。どうなんですかね。もうでも、配信慣れしてる2人だと思いますし、うん、まあ、焦りとかは全然ないんじゃないですかね、うん、と思いますけど、ね、はい、まあ、ここが巻き返してまたね、勝負が面白くなればという。そうですね、本日の皆さん、ヨハンちゃん、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、対局の準備は整いましたでしょうか。あ、プレイヤー解説の皆さんもこちらへお越しください。どうぞ。じゃあ中野さん、ポイセン行きますか。ありがとうございます。はい、じゃあ今日一戦目実況、中野さんに
やっていただきたいと思いますので、僕フォローします。あ、フォロー、はい、あ、そういうことね。そういうことです。はい。こちらで。なるほど、そうか。はい。新システム。よろしくお願いします。頑張っていただきたいと思います。新システムね。はい。いいじゃないですか。ということで、まあ、対局の準備が整ったら、あ、ですね、いつも通り、皆さんも、はい、あ、詰めて見やすいところにどうぞお越しいただければ、あの、なんなら、特別にね、声出していただいて、はい、はい、大丈夫と思います。よろしくお願いします。言った方がいい、もっと。これが寄れるなら今、寄った方がいいんじゃないかな。寄れるなら。カメラじゃない。あ、これ今、カメラ。あ、モニターですか。モニターが始まったら。そうですね。ね、はい。そうですね。うん、じゃあ、行きますか。はい。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。始まりました。まだ始まってないです。始まってないです。あれが切り替わって、ここ切り替わる。始まってない。対局の準備が整ったら、はい、みたいな感じですね。わかりました。そしたら、もう下の方が聞こえて、対局がスタートするみたいな感じになる。はい。切り替わるまでの時間、どうやって、ね、会話をつなぐのかが大変なんですけど。それでなるほど。あ、切り替えました。切り替えました。あ、これ入ったの。めっちゃ映ってました。なんてごめん。ピースが入ってますが。お、お、いいかな。大丈夫。あ、はい。はい。どっちがどうだろう。ありがとうございます。はい、始まりましたね。あれ、左が一番可愛い。左が動いてるじゃない。はい。名古屋有感富士第2節。第2節1回戦トン1局が始まりました。まずは打順から紹介します。ちいちゃ最高位戦 SSG チームの相川選手。なんちゃ、広場マージャン広場チームの田中選手。シャーチャジャンソキーチームの結城選手。ペーチャがひまわりチームの大本選手となっております。ドラはチーソーでスタートです。めっちゃ緊張してるね。言いたくてしょうがなかった。ごめんなさい。すごい。大園選手の手配が、ごめんなさい。まあ、メンチの数が何メンチあるとか、はい、どこがあるとかっていうのを多分言ってあげるといいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ゆき選手がトンが、ちょっと早くて。トンが統一ですね。これ大変だね。早いですね。でも全部を伝えようとしなくても大丈夫。はい。あとは、そう、フォローするの大丈夫。おじさんいっぱいいるんで。はい。なんか暗くないですか？ちょっと暗いですね。ちょっと暗いですね。大園選手が一メンツありますね。相川選手も。あ、田中選手、初があんこになりました。で選手をつけると、はい、結構、うん、文字が呼び捨てで大丈夫ですか。ありがとうございます。相川がドイツが3つの、これは G ドイツを見てる、見ますかね。まあ、ドラを使い切るか単用かってことですけど、まあ、目いっぱいいいと思いましたよね。はい、あ、これでテンパイじゃないかな、はい、リーチです。リーチが入りました。スチーマン待ちのテンポですね。これ電気消えたら明るくないかな。ここが。スチーマンが。ここでは足りないんだね。はい。相川選手、リーチ初のテンパイが入りました。うん、ドラはありません。うん？リーチは田中ですね。うん。ごめんなさい。スチーマンじゃなくて、ロッキューマン待ち。すいません。見えなくて、すいませんでした。ロッキューマン待ちの。すいません、ちょっと。バタバタしてる、ね。画面が、ありがとうございます。あ、ちょっと明るくなりました。うん、ちょっとなったかな。ここはちょっと暗い。うん、今日いつもと違うところで対局してるんですよね。うん、ちょっと。はい。裏の方で。この間、私たちが解説してたところで、対局してくれてるのかな。はい。あ、うん、タクが可愛くなって、前よりも可愛いタクになってます。はい。全部喋ろうとしなくても大丈夫よ。僕ら喋って。ありがとうございます。うん、じゃ振ってくれた方がいいかな。はい。どうですかみたいな形で振ってくれた方が解説しやすいね。ラッキューマンはどうでしょう。で、そうですか。ラッキューマンは3枚手に入ってるよね。ラッキューマンは。
9万が場に1枚。あと4枚残りですね。4枚残り。はい。はい、ここで。親の相川はちょっと、親番ドラ1あるんで、押したいので、ちょっと。そうね。リアンシャン戦だけどね。そうですね。手形は押す形じゃないけど、はい、親番っていう、ね。そうなんですよね。事情で押したくなっちゃう。はい、親につき。まあでもね、あのリーグ戦なんで、トータルポイント考えたら、別にここでそんなに無理する必要もないって思ってもおかしくないかな。うん、なるほど、うん。他に押し返せそうな選手はいますかね。あ、これ出ましたね。ゆきさん補充となりました。リーチ初、裏。あ、まだね、裏1ですね。はい、はい、分かりました。5200点の出上がりです。ありがとうございます。もっと貼ってっていいよね、多分これね、はい、うん。大丈夫。最初はできないからね、うん。ありがとうございます。はい、続いてトン2曲となりました。なんちゃ、すいません、失礼しました。広場チームの親番。広場チーム、田中の親番ですね。ドラが、まだ、まだです。取り出しです。失礼しました。慌てちゃってる、ね。ごめんなさい。あの、つなぎの時間は適当喋るんで、僕ら。ね、森下さん、おいせんべい通じるおめでとうございます。ありがとうございます。ね、今年こそ決勝残れるように。去年、準決勝最終戦で。取るって言えないのかな、はい、まず決勝戦。いや、まず決勝。ドラ決勝飲んだらね、やっぱ勝てそうな気がする。なるほど。ありがとうございます。ドラがいいピンです。はい。相川選手、ダブトンがドイツですか？親じゃない。ごめんなさい。うん。ペイちゃんが映ってない。あ、こっちです。かわいいかな。トンが映ってない。失礼しました。かわいい場合はずっとワイプに映るっていう。なるほど。失礼なこと言ったらば。はい。ローザの選手、これは染めますか？染めない。染めない。自敗から切ってきましたね。はい、本一1品あたり切っていく手もあったと思うんですけど、1品がドラなんで、本一1本って感じじゃないですよね。なるほど。かな。ゆうき選手も、トンメンツありますね。相川選手、トンも泣いていきますかね。あんこになりました。あんこになりますね。これで面前でリーチしたいですよね。あんこになったらね。親の田中さんの方がちょっと遅めて意識してるかもしれないですね。今のね、ウピンでかなり本一意識した格好になるのかな、はい、感じですよね。ドラが使い切れなければという形ですか。ダイレクトでカンニャンピン入らなければ払っていく選択もあると思いますよ。はい。川選手も染め的になってきました。みんな想像が多いんですよね。これ、ゆうきさん以外、ちょっとみんな想像がちょっとこういう形になってます。使ってるからね。ありがとうございます。今、与田城さんがね、いこれ、向きがね、こうなるかな。こう、いけるかな。お、そう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 。あ、ありがとうございます。向き、そっち向き。おぉ、はい、ありがとうございます。あ、かなり、あ、向き痛いですよ。はい、痛いですよ。あ、ドラが統一になりました。おぉ。これは、うわ、見なかったね。そうですね。うん。大園さんのこの一品を仕掛けるってありますよね、はい、これ。仕掛けていいと思いますよね。仕掛けなかったですね、うん。仕掛けてハクバックに取る人もね、中にはいると思うんですけど。田中さん泣かないかなって、ちょっと思いましたけどね。思います。泣く方も多いと思いますよ。親なんで、これプレッシャーかける意味でね、仕掛けるっていうのは、選択。ゆきさん、イエス。リャンピカスーピンを、はい、そうですね。押していきます。このハクがいつ出るか、結構キーになりそうですね。うん、1手済んだらね、大園も切りそうになって格好ですよね。2枚目の E ピンが。相川さん、このタイミングで E ピン切る手もあるんだけどね。うん。うん、まあ、いいシャンテンだから。9が、そうですね。パーソーが。いいシャンテンですね。いいシャンテン。はい。これ仕掛けるんじゃないですか。いいシャンテンになりました。ハクを泣きましたね。
チートイ部組なんで、どうしましょう。急速切るか、リャンソ切るか。急速切るか。酸素もあるね。そうですね。リャンペコを見ると、急速か。急速かな。はい。切りたいけどね。そうですね。急速を切りました。チュンが場に1枚切れてるんで、チュンポンしたら、感知層の転配になりそうな、ね。まあ、一旦感知層みたいなね。そうですね。そういうイメージかな。はい。ただやっぱり、ね、あの、親の仕掛けも入ってますね。これリーチだ。はい。お、闇。闇。闇。はい、闇点。ついてますね。クッパービーの闇点が、バピの玉点が入ります。捨て牌に4枚切れてるんですけど、うん、バピみんな全員切ってるんですよね。いらなそうなんですが。はい、相川、リーチ、トン、ドライチのリーが入ります。大園がチュンをポン。はい、感じ。まあ、感じの転配したけど、これどっちが良かったのかな、問い、ね、そうなんですよね。取る手もあったんですけど、ね。安全度でイースを切りましたね。うん。スーパーピンの追っかけリーチはない。現物なんで闇点にしてますね、ゆきさんも。そうですね。相川のペン3ピン待ちが残りに山に2枚いますね。はい、地層は地層は山にもないですね。ないね。このままだとって感じですね。うん、手代わりすれば。ただ、田中さんが行って進んだ時に地層が出るかもしれない、はい、結構ありますね。ありますね。これ、パーピンどうしようみたいなんですか。パーピン全員が切る。現物持ちましたね。リーチ、ツモ、トン、ドライチ。はい。2004年は大成功ですよね。これ本質に渡る人もいっぱいいると思うんですよね。うん、2枚目のEピン切ったら、あの、田中さん仕掛けたかもしれないですからね。そうですね。本してそうですよね。うん、大正解の選択でした。はい、ペン3ピンをつも上がりました。トン2局。はい。あとは3局。すいません。勇気の親番。ドラは3番です。やっぱり今の闇点にするのは、チームのポイントっていうのもあると思うんですよね。うん、やっぱり、あの、勝負かけるような状況じゃないっていうのと、さばき手っていうふうにね、考えたのかもわかんないですよね。あと、トンパツ放獣してるのもあるんですか、うん、あと、ダマ手にしてれば3社が絶対切ってくれそうなウマピンなんで、ね、うん。だけど、そんなうまくいかないよね。マジャンって。そういうゲームのような気がする。拾えそうなウマピンを拾おうと。まあ、難しいですよね。よく拾おうとするなって言うんですけど。うん、ちょっと、どのが苦しい形ですかね。まあどうなんですかね。どう見るかじゃないですか。毎局毎局ね、そんなに上がれるわけじゃないんで。9番から。カンパを放っていきましたね、うん。ゆったりと構える感じですね。大園さんね、この間の YouTube のやつ見ましたけど、まあ、大きく構えるスタイルで行くなら9万とかはかなりいいと思うんですけどね。これ、チーム1切らないって言ってもあるんですよね。60%。そうですね。を見て、9万1枚だけ切っておいて、あとは場に合わせてっていう、あの、方法もある。一旦一番少ないワンズを切って、ピンズをどっちかに染まればな、ぐらいな感じかなっていう感じですかね。そう見えますか。総勢切りますかね。切りますね。はい。自敗を残しつつ。ローソー、うん。ローソーからっていうことは、本一とチートイツ。そうですね。次、スーソーとか切ってほしいですね。そうですね。そうですね。スーソー一枚切れなんで、スーソーからでも良かったかな。うん。なかなかね、今のローソとか切る人いないと思うんですけど。お、勇気がダブトン統一になりましたね。うん。チートイツのいいシャンテンな、ね。ちょっともったいないですよね。チートイツだけですとね。うん。チートイツだとリッチ、お。お。おぉ。トラ表示牌のリャンワンのドイツ落としですね。まあ。リャンマン1枚切って、次どうするのかな、浮かせるのかな。うん、トラのくっつきを見てる。そうですね。そんなにやめ払ってね、おうちにこうするって言っても。うん、ありましたね。ねえ、あったなと思ったんだけど。あ、ただ、あそこが唯一の両面タートなんですよね。両面とかいいでしょ。ダメ。いや、ダメなことはないです。運送はつもぎり。さあ、あ、相川は、ここで一面通ができました。通送打っておいて、小さなり老僧を引いたら678の3色も見えるような形ですね。
田中さんにちゃんってね。はい、彼のイニシャル点とか言うと、はい、キレがいいから。なるほど。ありがとうございます。チーソーがくっつきました。これはでもね、あの狙い通りですね。チーマイくんじゃないかな。お、チーピン、キューピンですね。なるほど。三ヤもつける。チーピン、キューピンもう一テンポ後かなと思ったんだけどね。そうですね。先にチーマ打っておくとかありますよね。うんうん、絶対三色の下にならチーマ打った方が三色になりますね。うん、場に一枚切れてますしね、チーマは全然いらないので。勇気ヤンワンを切って、ドラのくっつきは見ませんでした。ちょっと苦しいかな。やっぱり仕掛け前提の手組みたいになっちゃってるんですよね、今ね。うん、おそらくスーピンでもパーマンでも本を打ちたくてそう構えてると思うんですけど。ドラのくっつき。うまくいった。おただ一旦ハズ打ちたいな。はい、チーマンがあんこになりました。ハズは2枚切れ。安全パンですね。で、ヤンワンの部分がね、ウーワンのウーワン引くとテンパイなので、うん、パワーワンしか美味しくないからローワン切ったっていうところですかね。ユキチートイトのいいシャンテンに考えました。ね、こちゃんこになっちゃってるな。ダブトンちょっともったいない。はい、変わりいいでしょうね。はい、テンパイが入ります。リーチダメになってるのはリャンワンがすでに、うん。4枚見えていて、ウーマンが1枚切れてますね。ね、直前に打たれたんで、ね、気持ち悪いんですよね。はい、相変わりリーチが入ります。そのリーチ、テンパイですね。はい、テンパイ。なんかもテンパイ。リーチ。はい、追っかけリーチ。リャンオピーのリーチが入ります。ちょっとリャンオピーの方が強いかな、これは。おっと、テンパイました。はい、勇気もテンパイ。いや、でもこれも気持ち悪いよね、ちょっと。勇気チートイツのテンパイです。ちょっと取りづらかと思うんですよね、これ。はい、このテン、上がりがついたかっていうと、うん結構つかないと思うんだよね。これチューンが危ない場合ですね。1枚切れのチューン。3件リーチ。一つ安全牌があればいいんですけどね。まあ、まあ、そうですね。うまくいったな、これ。喜んでる。あ、これうまくいった。はい。雪の上がり。ドラドラ。リーチ、一発、チートイッチ。ドラドラ乗ってないですね。うん、6400、ね。6400の上がりです。親じゃないですか？あ、9600ですね。失礼いたしました。これ大きいな。9600の上がりです。いや、大園さんとしてはね、大きくゆったり構えたのが、うん、まあでも3件リーチになると思わないもんね。そうですね。同時にかかるとちょっと厳しいですよね。ね、はい、ゆうちさんガッツポーズじゃないですか。いや、もう、大きいですよ。結構取れない上がりだったかもしれないな、今の。ヤンマンの取り外しは、そうですね。取れなかったかもしれない。一発ではならない、ね。そうですね。どの道ね。うんうん、まあ、途中で方向転換して、チュン残したのが良かったですね。うん、あのまま、面捨ての両天秤にしてると多分チュン残ってないんで。はい、トン3曲、一本場。勇気の野蛮が続きます。ドラが3増ですね。お、田中さんものすごいいいハイパイですね。はい、ちょっと、ごめんなさい。お、相川がドイツが多いですね。本質に向かう手もある。田中さん、すいません。田中の手配が圧倒的ですね。そのなんちゃで、なんか統一だったんですけどね、なかなかですね。わかりました。王道のシャアがあんこになりました。相川さんもね、ピンズ払って本質渡る手もあるんですけどね。インフのいいシャンテン。ダブルメンツ払う格好になるんですよね。ほら、あり、マージャンしてると、6から、うん、だいたい切る癖ついてますよね。そうですね。こう赤引きがありますからね。自然とそうするよね。うん。うん、今の並べないローソン。三面ちゃん固定の方する。難しい。僕もちょっと悩むところかなと思いましたけどね。大きくいった。はい。染めに行きました。はい。宣言杯にしたくないですよね。そうですね。ローソー。そんなよ。だから、あれ CP 残すんですよね。これローソー、あ切らないですね。なんか自敗区引いたらローソー切っちゃった方が、後々の上がりやすさにはなると思うんですけどね。完全にシャンテンに構えたい
ってことでしょ、うん、そうですね。うん。こいついいシャンテン。こいついいシャンテン。2枚目のナンはポンしそうですね、小園なんちゃなんで。田中がいいシャンテンのもの。このローソは関連、あの関連牌に見えちゃうんですよね。そうですね。スチソーは相当ケアされますよね。うん、ダブルメンチに見えますもんね。うん、だから、なるべく早くに外したいよ、外したいんですけど。お、三色もいい。あ、お。転牌しました。リーチが入ります。ピン、リーチピンフの転牌。ヤングパーピンのマッチです。ヤングパーピンになると強いですね。強いですね。普通逆が入ると思うから。はい、スッチーソーがまずそう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 、サーチャー切りづらいですからね、これ。相当。まあ、スッチーソーになった時にもダマテンだったら、あ、なるほど。あんまり関係ないですよね。でもローズ切った瞬間にスッチーソーと思わない。スッチーソーも 50% で当たるぐらいの感覚ありますよね。でも、闇点でしょって思う。闇点からの、から切りからのリーチとか、うん、例えば、うん、例えばね。あそこにシャンテンだから、押し返すかどうかちょっと見てみて。うん、まあ、当たり前のチーソー引いちゃったんだ。あ、チーソー当たり前じゃないか。はい、切りづらいやつですね、スチーソー。でも、テンパイついたら切るんじゃないかな。さすがに、はい。50% 当たると思っても、はい、特に面前で入った場合は切りそうだな。ものある程度。ゆきもドラドラなんですよね。ドラの三蔵かといつで。ドラドラで親ですね。ちょっとね、スピード感に欠けるんですよね。丁寧に行きたいところなんだけど。いや、ステハイだけ見ると、イスチソ切りたくない。かなり切りたくないですよね。ドラマ耐えてるんで、イスも行きたくないのでってことですね。あ、これリーチ、いいかもしれないな。はい。面本のリーチが入ってます。ダブロマン。いや、見てんでね、6400なんですけどね。で、一件のその先制リーチだけ見ると、サブローワン、特に3番が打たれやすい。ロワンだって。ウーワン2枚切れてることがやっぱり。そうなんですね。3枚ですね。あ、3枚か。全部合わせて3枚なんで。うん。相当行きやすいよね、これリーチ。しかもこれサブローマンじゃなさそうだもんね。うん。そうですね。街がね。ロッキーマンかもしれないけど。ちょっとみんな撤退じゃないかな。田中と大園の。うん、一騎打ちになるんじゃないかな、はい、これは。雪もドラドラだったんですけれど。うん、ちょっと行きづらい。サブローワンはまだ。山には。かなりいるんじゃない?そうですね。うん。山六ぐらいだと思う。お、詰まりました。山六だけど、みたいな。はい。パーピンのつま上がり、リーチピンフ。つまドライチ。つまドライチ。1300、2600は、1400、2700のツモ上がりです。まあ、ツモって言われてね、開けられると、ああ、これ負けてもしょうがないかって思いますけど、メンホンリーチが山六とかだとね、そうですね。がっかりするよね。なかなか山六がメンホンリーチ打ったことないよね。やめたら。はい。トップにトップ目に立ちました。トーン4曲、うん、大園の親番。ちょっと拾う余裕がないだね、ごめんね。はい。コメントがね、いっぱい来るんですよね、はい、これ、うん。そう、森下頑張れって書いてあった。この前、かほちゃんのシンデレラリーをちょっと見てました。見てくださったんですか?ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっとだけ見とった。今のベター褒めされとったよね。すごい。いや、何でも褒めてくれるんで、私がすごい上手い人のように映ってました。いやいや、もう、よかったよ。すごいよかったよ。全部見たけど。よかった。よかったよね。あ、よかったです。ありがとうございます。ドラウーピンです。ナイカはナンを仕掛けました。ナン、ナンちゃだよ。ナンちゃ。ナンちゃ。ナンアイカは。あ、ありがとうございます。なんかこういう難泣くイメージあんまりなかったんですけどね。泣きましたね。結構泣きにくい、泣かない人もいっぱいいる、ね、なんですよね。とりあえずトップ目を。いやー、まあ、とりあえずってことはないと思うんですけど、プレッシャーをかける意味だとは思うんですけどね。なるほど。相手を自由にしてね。どうですかね。でも、やっぱり手形でね、押す人は押すんで、プラスに働くときもあるし。
まあ、なんちゃだからというのもありますか。うん、お、ペン3品を積もりましたね。やっぱ親の打敗制限をするっていう意味で、ね、初残して9品いけるんじゃないですか、うん、ああ初切りましたね、次来ましたね、安全パイ抱えながら進行するかなと思ったんですけど、うん、っていうとこうプレッシャーをかけるというよりはこの曲を下がりにいったり、うん、そうですね、小園のドラを使い切りたいですね。小園もね親番で差し子の3色もちょっと見えてるのでね、うん、チャンスですよね。E 番がドイツになりました。これで3と1、3万か数層ですかね、うん、3万か数層か、うん、ピンズは触らないと思うんですよね、うんうん、はい、ドラ短期アイカを3万を知恵しました。ドラの短期のテンパイです。よくこういうテンパイつくと思うんですけど、この仕掛けウピン短期、はい、これあのこの後何引いたらどうするっていうのは決めとくのが大事ですよね。そうですね、数ピン引いてリャンピンのノベタンは一番わかりやすいんだけど、はい、リャンピン引いたりイーピン引いたりして関数ピンのテンパイにするかどうか持ってきてから考えない方がいいですよね。ご覧になってる方とかって結構、はい、そうですね、悩む人いっぱいいると思うんだけど、はい、雪がともポンしました。短期待ちの時って結構ね、おー、積もりました。すごい。すごい。待ち会いらなかったですね。そのまま積もっちゃいました、ね。はい。なんドラドラあっちの積も上がり。で、2000積もりですね。力強い。おー。はい。これでトンバが終了です、ね、はい。これでトンバが終了します。なん難波に入ります、変わりまして SSC 相川の親番ドラがパーソーです。今ので相川さんトップ目に立ちました ね、 そうですね、気持ちいい上がりだよね。はい、この親番ちょっとねなんとなくいけそうな気がしてるかもしれないですね、うん、相川の手は2面とありますね。今朝ピンが、はい、マージャンは流れしかねえってつぶやいて思っても思ってもないよと思う。あとで訂正して訂正なんかしてましたね。面白いね。そうやって思ってとかないからさ。私に流れが来てる。でもまあ気分はいいと思うんですよね。そうですね。流れが今の千二千はねドラタンキ積もって千二千も嬉しくない人いないですよね。うん、大将は Q1 でしたね、うん、なんかローワンとか行きそうな、ね、イメージありますけどね。8種だあったんですけどね、うん、国士には行きませんでした。これでトン、うん、田中がちょっと苦しいですか。本一でもこれもね、あのいろいろあってね、自敗触らないところがね、うん、丁寧だし、まああれもいろいろあるんですけどね、自敗切る人もいっぱいいるしね、ヤンカンなんで触りたくないよって。おいい塩酸層引きました。ドラがパーソーなんでね、うん、ちょっとチーソー切るか悩んでますよね。あ、でもチーソー切っていいんじゃないですか。そうですね、目いっぱいならね、うん、チーソーですが目いっぱいにしといて3色の当たりはと単葉の変化を見るのがいいんじゃないかな、はい、カンパーワンが捨て配見るといいので、ヤンワン切るかチーソー切るかみたいな感じですかね。チーソー切りました。シャーチャの勇気、まあ、終盤勝負みたいな、ね、形でしたね。はい、こっちの数これ自然な二刺しが変化があるね。二刺しですね。二刺し顔ナイスなツモしてるんですね。何が不服じゃないよね、今のめっちゃ嬉しいと思うんだけど。めっちゃ嬉しいね。一品か磯岡さんは引きたい。もう一回磯磯磯一品で行きたいからね。磯岡一品馬強と相談でしょうかね。一品がちょっといいので磯を切るかな。そうですね、はい、ちゃんと求めましたね、磯一品に。ドラ積もりましたね。三色もいろいろありますよね。チャンダーも三色も問いつつも。トンはトンですね。単葉はつけたいようですか、うん。
トーンね。タイヤ王になりづらいですけどね。トーン1枚いって多分次のトーンは持つんじゃないですか。あ、そうだと思うけど、1枚遊ばせるの危ないな。なんか嫌だな。手ぶくすぎるような感じしない？多分今チーピン系なんで、あ、トーン飛び落とし。チーピンじゃなかった。おチーピンが良かったんだけどね。チーピンを、多分おそらくチーピントントンの今、トンの1枚目みたいなイメージですよね、多分。チーピン先ですと9ピンが出るんで、これは6チッパなんで、ギリギリまで引っ張ると。打たれたくないってこと？はい。危ねえじゃん。危ないですね。相川ドラオツモギリ。これみんな親にちょっと注目するでしょうね。ドラオツモギリが入ったんでね。まあでもさ、9ピン引くよね。そうね。そういうもんじゃん。でも狙う意思はさ、見せた方がいいと思うんだよね。私やってますみたいな。大園、トイズが2つ、にゃんこが1つ。田中はこれシャー仕掛けますかね。難しいな、引いたな、これ。3ピンが入りました。数ピン来て出たっていく手もありますけどね。そうですね。9万が3枚切れ。急走は1枚切れですね。789の方だと、急走が1枚切れ。イースー層は想像がちょっと高いぐらいか。イースーピンが2枚切れ。難しい。数ピンを切っていきます。統一落としするとさ、ちゃんとなくなっちゃうってない？みんなそう思ってると思うんだよね。なんでそっち引くんだよ。思いません？さっき統一落としたのに、ね、ここ行っちゃったじゃん。こんなことならねえ、そうだけど3、3ピン引くって知ってればね。そうですね。これもね、難しい選択。これ残すかもな。そうできる人もいますよね。ピン図がだいぶいいと思ってると思うんですね。相川もさっきちょっと嘘をつもぎったんですけど、まあ、イースピンがよく見えてるからつもぎっちゃったんですけど、1ピン切ってタイヤを見てほしかったですね。コツ手を見て3層切るとか、リャンマン切るとかもあるし、チッドチのイーシャンテンで3万切る人もいるよね。どうするんだろう。数万。数万か。まだまだ両方見てますね。ピンズがいいから、リッチ。これでテンパイが入ります。リーチ、ピンフのテンパイです。ピンズの馬強が。まあ、いいかどうかって、まあ、たくさん出てますよね。たくさん出て、どうなのかな。ギブアップで引いた。ちょっとギブアップかな、これ。おー、続々とタブローピンが。難しい。ゆきさんきついね。あ、いった。ロッソ、ね、ドラツモギって6級層はないけど、サブロッソはどうかなってところだったんですけどね。ねうーんウーピン中に入れてくるのを教えた方がいいね。そうですね。そうしと手間無駄になるんで。ローピンが。はい。アリさんとパテンパ。ナイスいっぱいか。はい。リーチはしない。これ。このイース。これ出るんじゃない？だってそうですね、これどうですかね。出て、おかしくないよね。おかしくないですよ。A があんこになったので、あんこを落としていく。いや、みんな、2、3点を取るかどうか考えたんだよね、うん、イーチを切るか。うん、これ、ゆきさん、ファインプレーかもしれないな。はい、リーチ、ピン。あ、リーチはかかってました。ピン、ドライチの出上がり。さっきのウッパーピンもこれと同じ思考なんですよね。そうですね。うん、こういうふうにスッと上がりたいので、うん、さっきも闇点だったと。ただ今回は2000点だったんでリーチするかなって迷いましたね。先ほどピンフのみですとね、うん、はい、闇点。2000点からの打点控除、ね。打点上昇が相当いうね、お得なんですよね。はい、何の2曲？田中の親番です。ドラが言いそう。田中白が問いつつ。うん、これ9万とローソーとペンも取ったのね、うん。だから、仕掛けていくっていう風に思う人は、うん、あの、手組みそのものが全然違う可能性があるんだよね。なるほど。2万切っておいて全部仕掛けるみたいな人もいるし。そういう取り出してます。うん。2万からいきました。
多分しないですね。田中さんでしょ、はい、田中さんしないよね。はい、しないの知っててさ、そこは言っといた方がいい。お、相川いいハイパイ、高ハイパイですね。うん、ちゃんとも見えますよね。勇気がちょっと、大園のまま、今は一目に伝わってきました。うん、ちょっと大園さん苦しいね。おピンフテですね。はい、白を切っていきます。白を仕掛けず。ねえ、これ仕掛けないってすごいね。なかなか単力いると思いますよ。親番ですけどね、仕掛けなかったですよね。入ると思うんですよ。うん、田中は面前派という。僕、相当面前派だけど、これ仕掛けるかもしれない。親だってこと一つ泣いた後にまだトイトイとか、うん、もう一つファンパイ重なっていうのを。手形が仕掛けても強いんで、うん、ってことですね。高打点まだ残りますからね、うん、仕掛けても。民前だと打点上昇がそれほどあるわけじゃない。うん、ね、ありますね。相川がいいですね。この今を残して3ピン切る人がいるんですよね。あまりない、うん、今のところちゃんと候補に考えてるかもしれないですね。シートイツのイシャンテン。シートイツのイシャンテン。いいピンを切っていきます。単品いいペーコーの渡りがあるってことですか。うん、今のは。カンチーソー引いた時に統一落としからの単品コーね。はい、田中ルンルンもできます。うん、ゆきさんなかなかった。ほんと、まずにシートイツ。はい、うん、チートイツの天敗が入ります。何待ちです。これまたね、チートイツに結構見えにくいんですよね。前中にピン切ったことで捨て牌もおとなしくなって。うん、大園ピン図が伸びてきました。伸びてきたけどドラが浮いてて先制リーチ打たれてる状況だと厳しいよね。ちょっといけないか。一枚切れの何ですか。山は山に3枚。1枚切れてるか2枚だね。2枚です、うん、失礼しました。2枚そのまま統一が多くなってきました。あのね、さっきから手配がイケイケってずっと来てるんだよね。ちょっといいピンの統一落としになりそうですね。大園さんが4着目、親番はありますか。親番は、はい、まだ残っています。ラス親でしたかね。そうですね、そうだね。うん、アイカは勝負してますね。天仏の球ですか。天仏ではない。うん。そのもう一品の統一落とし。どこまでいけるかですね。まあ、そうですね。どうするんだろうな。右の方向ですね。ちょっと押し返せそうな選手は相川が両面両面のイシャンテンドライチのピンフィペイコーですね。手が積もってるんだろうけど、想像切っとけよかったって思うわね。そうですね。さあ、これリーチが入った。これはリーチだ。はい、リーチが入ります。だけどリーチ、リーチ、ペイコー、あー、現物玉点ならすぐ出てたかな。3900闇点よりも、この曲で大きく抜け出す方をね、選びましたね。表示牌が消えそう。もともと4枚見えだったんですよね。何がまだ流れてきていませんね。何はまだ山に2枚ありますね。いい勝負ですよね、これ実は。回数的には2対2ですかね。うん、やばなの。そうですね。ゆうきさんとしてはヒヤヒヤですよね。そうですね。マンニリーチ言われると。ただこれ、何が止まんなくなっちゃったんじゃないかな。現物なくなったら。そうですね。足りてない人は困りますよね、何が。相川さんの。スタイルにありますもんね、何がね。どっちのゲームつけるかっていう話なんですよね。そうすると、なんかやっぱり追いかけリーチの。そうですね、追いかけリーチ、ね、筋飛ばしてきてますからね。そうなんだよね。
とかもありましたか、これは。いいかな、うん。そうですね。1枚切れ。キューピンが筋なので、キューピンも1枚切れ。自分から見えてない、見え、うん、ね、チーピンとパッピンがこんだけ見えてるので、気持ち悪いんだね。キューピンの方が良かったかなと思いますけどね。あ、なん、あ、なんありますか、やめて。これ裏ドラ大事。いやー、リーチと言って。裏裏。裏裏、うん、裏裏。失礼しました。いやー、SSC が放置したんで、裏ドラで勘弁してください。ありがとうございます。これは本当に、ゆうきさんね、チート2本でね、ここまで。そうですね。何、3曲。難しいね、今のリーチ判断。どっちもあるからね。何、3曲。あれ上がったら決まるしね。そうなんですよね。ただ、現状のトップ目。打点が3球。ドラが初。3球ですね、やめてみると。ドラが初です。ゆうきさん、よくなったね、ドラドラでね。ドラ。お父さん苦しい。これね、オーラスの山に迎えて自分この曲上がりたいんだけど、ドラを持ってると。で、吐く表示牌でしょ、うん、よくあるよね、こういうの。ね、そうね。うん、ありましたね。田中さんは、ゆうのりあいちゃんで。おー、一番弾きましたね。一番嬉しい。一番が入ってます。もういいシャンテンですよね。うん、初がもう山にないんですよね。あの、相川と大園の手に一枚ですから。うん。ってことは、まあ、強制リーチになりそうってことか。そうですね。まあ、でも、両面に変わったら、両面でリーチそうですね。はい。ゆきさんって。イメージ、俊敏選手のイメージあるんですよね。昔から。相川三品を？ちょっと悩んでますね。ここで打っちゃおうって、ちょっと考えてるかもしれないですね、初。今のうち。はい。必要ありますよね。はい、悩んで、3番と初で悩んでると思います。どちらを選択するのでしょうか。3番ですね。まだ自分が重ねる可能性。そうですね。もう、多分一手進んだら打つと思うんですよ、初。相川の手は、うん、そこそこ整ってるんで。であれば、もう今切ってしまおうっていう間だったと思いますけどね。全然早い方がね。そうですね。うん、もう、これも一手進んだら初になると思うんですよね。パワー1は紡ぎるか。はい。パワー1は紡ぎり。いいシャンテン。いいシャンテンになりました。ゆうきも。あの、いいシャンテンの。ちょっと広くなりましたね。はい。いいベーコンもつくかも。相川一品がドイツになりました。田中さんも2差しの方になるといいですよね。2差しの3色のいいシャンテンですね。30ぐらい前、イーソー持ってきたんです。まあ、持ってもよかったですけど、ね。そうですね。この、この、白が出ましたが、お、お、大園負けましたね。大園白をポン。まあ、大園さんは初を切らないスタンスでいくんじゃないかな。うん、フラッグ数万切ることになりそうなんだけど。本当に、両面でくっついた場合のみ、初勝負するかなっていうところですね。それがいいと思うかどうかですよね。そうですね。でも、 もし初を泣かれてしまってもその前に上がれれば。そうですね。だから上がりの速度とどっちがっていう話ですよね。うん、ウーピン。やっぱり初を切らない。そうですね。もうくっついたら勝負するかなぐらいですね。圧がなければ。まあそうですね。スチマの先輩、ね。圧がなければもう上がってくる。まあまあまあ。はい、川だけでアンシャンテンで、他全員シャンテンですね、今。今このままの形だと、割と、押し切りそうなんです。これは切りますかね。サブローピンがちょっとよく見えますんでね、捨て牌見ると。切らない人もいるから。そうですね。切らなくてもいいと思います。おー。切らない。先輩は取れませんでした。さあ、これはいい3点。どうするか。切るかもしれないな。でも引っ張っちゃったんでね、さっきゆうくんが言ったように、もっと早い順目だったら、
切れては十分あったんですけど。ちょっと順目的に切りづらいですね。うわぁ、最高。はい、天敗が入ります。ウッパーマン町の天敗。本当にいろんな展開があったね。スチワンですね。失礼しました。スチワン町の天敗。これは、うわ、一発したんだ。まあでも、こう受けたなら、まあこれは補充はないと思いますけど。はい、スーピン、ウーピンあたり切って、パーピンもありますね。うん。うん、スーピンかな粘ろうと考えない方がいいですよね。三蔵とか打とうとしない方が。粘らない方がいいと思うんですよね。これは粘らない方がいいですよね。しっかり抜いて、降りた方がいいですね。何から切るかって感じ。初で重なって3900とかって思ってると怖いですよね。あかさん、これは受けた方がいいですね、もう。そうですね。ただどうやって受けるか。競争が現物なんで、ちゃんたになったらみたいなとこ、ちょっと復活見てるかもしれないですね。うん、この初が重なったら、ちょっと勝負しようかな。下合い勝ってますけど、ちょっとね。厳しいですよね。サブローピン引いたらチーマン勝負するつもりなんでしょうね。ここまで押してるんで。まだ、ただ押し引きバランスとしていいかどうかっていうのは微妙ですよ。そうですね。まあ現状7000点しかポイント、うん、点数ないんですけど、もうこの1局で回復は難しいので。イースーピンの。直前に打たれたイースーピン、ね。はい、天敗が入ります。ああ、これはいいかな。スーピン引いんじゃないこれ。スーピン放獣。スーピンで放獣かな。あそうだな。スーピン切りそう。ウーピンから。ウーピンから。あ、今ウーピン取りましたね。田中いいスーピンのダマの天敗が入っています。スーピンだったら、俺もイーピン出てもいい。うん、出るんじゃないですか。はい、うん。いいやめてん。うん、そうですね。ただ、大園さんはちょっと助かったと思ってると思うんですね。そうですね。これ3球打っちゃったら。3色目に補充でしたね、スーピン。あ、これは面白いオーラスですね。うん。ピンフ1000点の出上がりです。はい。オーラスになりました。親番は、ひまわりチーム、大園の親番。持ち点は、ですね、大園の持ち点は、7000点です。ドラワロピンね。ドラワ、ありがとうございます。ドラワロピンです。現在、が田中さん。ありがとうございます。トップが、はい。麻雀広場チーム、田中。二着目が、ジャンスクカップチームの結城。三着が、相川。四着が、大園となっております。まあね、3球でトップでしょそうです。相川さんが。相川、ちょっと足りないですね。4300差くらいですね。はい。4300、12000。12000ですね。ちょっと手役が必要ですね。ドラがないので。トップを取れるチャンスはあったハンちゃんだったんでね。これ、やっぱりチャックアップしたいよね、どうしても。そうですね。田中さんはなんか、エネルギー使ってないでうまくしてる気がするな。さすがに次はちょっと泣きそうですね。泣くでしょ。泣くよ。泣かなかったことないよ。もしリャンシャン店を泣いて、出ない。あ、チュンはこれは、まだ出てないですよね。まだ出てない。はい、1枚目から仕掛けていくってことですね。大園のパーソーを落としてうん。で。まあ、いろいろあると思うんですよね。速度合わせに行きたくなっちゃったりとかすると思うけど、まあ、自分もよくあるんですけど、やっぱりゆっくり構えた方がいいと思いますよ。自分がそうしたいと思ってるならですけどね。うん。リャンピンね、先に。リャンピンとチュンの切り順とかってすごく大切なことでね。ちょっと気が焦ってるとチュン切りたくなっちゃうんだもんね。うまくいった。チートイズもあるからスースを切るか、ローマン切るか。そうですね。ローマン切りそうですかね。受け入れマックスにしたいですよね。チュンも、まあ、もちもちわかんないんで、チュンも仕掛けることも。考えると思うので、
ローワンを切っていきました。相川が1200条件なんですよね、トップ目までは。で上がれば5200。コメントできたら拾えますんで、皆さんいろいろちょっとくださいよ。本当全然拾えないですけど、頑張って拾います。僕が、はい、私も拾います。見といてください、カリプさん。田中イーソーをポンしました。おー、雪白も重ねて、今日はツイートイズの控えをね、ツイートないやって、うん。でも、ゆうきさんもさすがに仕掛けるかな。仕掛けそうな気がするな。もちもち。9万、9万かな、うん。ゆっくり行こう、大きく。おー、9ピン。9ピンちょっともったいない。もったいないですね。カッパーピンの4枚がロスになってしまいますね。9万2枚打った方が良かったと思います。ローマン切ってあるから。ああ。そういうこと。わかんないです。だいたい次 Q1 になりますからね。うん。次に Q1 に手がかかる、一手進むと Q1 手がかかるので、うん、そうそうね、フォローしていきたいですよね、うん、ピンズの部分。この時の1枚がと、はい、パーピンの、ね、はい、4枚が大きいよってことですね。うん。なるほど。Q1 取りたいんだね。うん。このイシャンテン、相川、チーピンをチーしました。おまあ、速度合わせに行ったね、これは。あれ、ドラドラですか、これ。ドラドラ。あ、ドラドラ。大きい。ちょっと、あ、ロフドラか。うわぁ、はい、それもね、やっぱりここも、あ、ローマンから行った。ちょっともったいない気がするな。はい、天杯が入ります。これ仕掛ける。乾燥の天杯。うわぁ、これ。あ田中は上がりトップです。キューピンが全員何千杯なんで持ってたいんですよね。親の園のリーチに備えたいので。綺麗。まあでも、そうですね。もうこうだったらここで切っていいですね。あまりにも3着なんで、はい、そんなこと言ってるわけじゃないよ。はい。気が泣いていいシャンテンですね。大園さんの現物が、大園さんね、これ、チーピン切るなら、チーピン先切っといた方が良かったですね。仕掛けになっちゃうんだけど、チーピン血入っちゃうんだけど。今のチーピンも鳴ってません？もう一回。鳴くのあると思いますよ。レアマンが機能してないので、はい。有限実行。急走ですね。急走です。やまんか。想像に見えてるんだね。まあでも、打っても。まあね、30だもんね。近いですね。最悪だと、イーソーポンしてるんですよね。数層1枚。イーソーがもうないですね。イーソーない。イーソーない。イーソーなかったらつもぎりもありますよね。ありますね。ファーストが3枚。いえ。急走が2枚。うん、つもぎりだね。つもぎりました。ああ、いい数層にすれば。数を、はい、天杯が入ります。サブローピンの天杯。いい数層にしとけばって思ってますね、これ。うわぁ、当たりだ。いい中入ります。ゆうきさんトップ。ゆうき、白。ブラボー。うわぁ、ゆうきさんいろいろありましたね。ゆうきさんトップは大きいですよ。めちゃめちゃ気持ちいいトップだね。だってこれ結構苦しかったですよね。ゆうきさんじゃなければ。トップじゃないかもしれない。トップじゃない方が多い気がする。ね、すごい。こっちに来るんだね、カメラ。上に来た方がいいな。はい。ゆうきがトップ。一着は。着順、はい。それでは結果を確認しましょう。一着は、ジャンソクチームの結城。持ち点が、これ半、まあ、読めない。大丈夫です。大丈夫、はい、はい。トップは結城。二着は、麻雀広場チームの田中。三着は、SSC チームの相川。
4着がひまわりチームの大園となりました。うん、いいさ、はい、ちょっと大園厳しかったですね。うん、大園さんね、やりたいことはすごくよくわかるんですけど、まあ置かれてる状況が苦しい時にどうするかっていうのをやっぱりこう一本ね、自分の中のこう軸とするものができるといいかもしれないですね。まあ多分ラスはラスだったと思うんですけどね。綺麗な、綺麗なというかしっかりラスを引くってこともね、リーグ戦大切なんで。はい。結城は三権リーチの時と、ちょっとうまくはまったのもあったり、技も光ってます。そうですよね。まあ展開向いたのもね、当然あるんですけど、確かに結城さんじゃなければトップじゃないかもしれないですね。いや、すごいトップだと思いますよ。結構我慢してて、まあ、大園さん最後親だっただけにね、多分9万9万って行くと、もしかしたら上がれると、結果がラッと変わったかもわからないですね。確かに。じゃあ、どうでした？感想。ちょっと、あ、いいですか？初めてのちょっと実況で至らない点ばかりで、申し訳、精進いたします。ありがとうございました。はい、というわけで1回戦対局は以上となります。この後 CM を挟みまして、本日の第2戦の対局をお届けしてまいります。しばらくこちらをご覧ください。メガネは忘れました。